Trick or treat。 お菓子くれないと食べちゃうぞ。いや、それただの人食いじゃん。幽霊の皆さん、こんにちは、さくらです。さあ、本日はね、プロステッカーの動画をちょっと撮っていこうかなと思います。前回がね、確かね、ガチャ動画のね、まあやばい結果が出ていた。ガチャビスカスロビスカスメルトルトルセカンドチャンネルもチャンネル登録よろしくね。ないけど、今回ね、ハッピーハロウィンやっていくんだけど、ちょうどさ、今日ってさ、ハロウィンじゃん。だからね、ハロウィンの日に合わせてね、あの動画撮っていきたいと思います。いや、今11月3日なのよ。いやー、これね、10月の31日に撮った動画だと思いきや、実はね、その日にあげてる11月の3日なのよ、撮ってる日が。ため撮りでもないから、ただ単にハロウィンに乗り遅れた男みたいな。いや、女だったわ。さあ、やっていこうか。ハッピーハロウィンってことで。ちょっとね、いろいろ言いたいことはあるんだけど、まあ、とりあえず MV も触れていこうか。来た。いや、この曲さ、ちょうどさ、10月のさ、31日に来てくれたじゃん。うん、でもさ、この曲をさ、追加されるのは俺ね、結構知ってたのよね。うん、なんかリークとかじゃなくて、単純になんか、ボカロのハロウィン曲って言ったらこれだろ、みたいな、うん、感じがすごい出てたから、ちょっと音量上げていい？毎回恒例になってるね。あ、待って、音量下げるわ。でもさ、この曲がさ、例えばお正月とかに追加されますって言ったらみんな、えってなるよね。だから季節感的にはね、完璧だと思う。いいよね、この MV。MV もな、なんか、すごい、なんか新しい感じがするよね。そんなことないか。あ、で、ここ飛ばしちゃったんだよね。なんか、前奏が結構長いから、ちょっとショートカットしてるよね。マリオカートみたいな感じで。でね、この譜面がちょっとやばいんだよね。ちょっと、今の時点で大体わかってると思うんだけど、みんな。いやらしいのよ。あ、ここはね、優しいのよ。なんか、ここでさ、俺は結構変な感じの譜面振ってくるかなと思ったんだけど、結構ね、あっこら辺は優しめのね、優しいおじさんみたいな感じで。で、ここ。いや、このさ、2連続の左手やめてくんない？絶対同じ人いる。ここやばいよ。ここ。いや、全然、うわ、ここでミスっちゃったんだよね。なんかタイミングわかんなくて。いや、ここ全然ハッピーじゃないのよ、これ。ハッピーハロウィンとかいうタイトルのくせにさ、なんか、譜面がハッピーじゃない。まあ、音楽作った人とは何も関係はないと思うんだけど、譜面作った人全然ハッピーじゃないからね、これ。うん、みんな結構苦しんでる人多いから。うん、チョコあげない、チョコあげないから俺、もうすごい、まあ、でもね、ローワーがさ、やばかったじゃん。なんか、なんつうの、オリジナル曲みたいなやつ。あ、来た。ここでさ、一気に来るよね。ハッピーハロウィーンって、最後にね、結構飛ばしてくるかなと思いきや、そうではなかったね。あ、でもここがいやらしいね。なんか、タイミングがさ、ちょっといやらしくない？これ、なんか、ジャンキーさん。ジャンキーさん関係ない。全然ジャンキーさんが。あ、来た。朝まで寝たくない、ちゃんちゃんちゃん。さあ、どうだったんでしょうか。いやー、トウヤくん出たね。トウヤくんとアキトくん出てましたね。あ、喋ってる真冬が全然聞こえない。真冬の声が。俺の声でかき消されてるよ。はい、これ見ていきましょう。グレート10のグッド2の、バッド0のミス1でした。いや、今回さ、めっちゃさ、いやらしい譜面だったよね。なかなか苦戦しちゃったな。うまくいっちゃったけど。